皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日お伝えする話はこちら、リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中ではリピートする仕組みについて10のパターンを通して解説していますが、今日はその中の一つの補完型というものについて考えてみたいと思います。では早速こちらをご覧ください。はい、ボックス内のコスメを使った分だけ払うオフィスコスメという、サービスがあります。こちらはですね、女性の方向けに、まあ、例えば化粧品とかですね、まあ、サプリメントとか、まあ、女性が好きそうなものっていうのがこのようにボックスに入った状態で、お店、会社にですね、お貸してもらうっていうものなんですね。で、そこにはお金を入れる場所が用意されていて、使った分だけお金を入れてくださいねっていうサービスなんですね。そうすると、今まではちょっと仕事が終わってからですね、帰りにドラッグストア寄ろうかなとか、コンビニ寄ろうかなと思ってた人が、お店にあるとね、会社にあると便利ですよね。だから、ここでね、リピートするという仕組み。なので、自分たちの商品サービスっていうものをどうやったらお客さんの、まあ、自宅とか、会社、これ自宅でやらなくて会社でやるってことがポイントで、自宅だとですね、減る量が少ないし、しかも、客単価が下がっちゃうじゃないですか。だから、どうせお貸してもらうんだったら、こういうですね、企業さんの中にお貸してもらうっていうふうに考えて、まあ、オフィスなんちゃらっていうですね、サービスが、いっぱい出てるわけですね。オフィスグリコとかですね、オフィス、野菜とかですね、オフィスで野菜とかですね、オフィスコスメとかっていう、こういうものが出てくるわけですね。で、この辺はね、これメディアというかですね、一回この仕組みができちゃうと、なかなか面白いなと思うのは、例えばこういうコスメのなんかだと、ね、どんどん新しい化粧品とか、いろんなね、美容系のものとかダイエット系のものって出てくるじゃないですか。こういったものを、このメディアを使うことによって、サンプルを、例えば、配布してですね、そして使ってもらいたいっていうね、他の企業さんから、ぜひ、うちのサンプルをここに入れてもらえませんかみたいな風になってくると、もしかしたらまた別のですね、その、展開が見える。当然これもですね、自分ちのメーカーのものではなくて、いろんな小売の方がね、こういうサービスを考えてるわけなんで、新しいね、メディアになっていくという可能性もあったりして、ちょっと面白いな、というふうに、思いましたね。はい、今日はですね、どうやったら、お客さんに、の元にですね、自分たちの商品サービスを貸してもらうかというふうに考えて、まあ、特に B2B の場合は、こういう仕組みを作っていくっていうのは面白いんじゃないかなと思います。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。